今社会現象となっているフォートナイトの世界大会が先月初めて開催されました。驚くのはその優勝賞金、なんと約3億3000万円、賞金総額もおよそ33億円という途方もない大会。世界大会は4000万人以上がエントリーし、世界を7つのエリアに分け、各エリアで数週間にかけて予選を行い、ソロ部門100名、リオ部門50組100名が予選突破し、本戦に出場を決めました。この予選を突破した中に、4人の日本人がいたのです。クレイジーラクーンのメンバー、スカーレットくん、ベルくん、高村くん、そしてチームリドルのマーフィンくんの4名。スカーレットくんとベルくんがディオでの出場、高村くんとマーフィンくんがそれぞれソロとして出場します。アメリカ・ニューヨーク、タイムズスクエアの電光掲示板に、フォートナイトワールドカップファイナルズの文字が。そう、決勝の地はニューヨーク。ゲーム界初の大イベントに街中が盛り上がっています。7月23日マンハッタンの一等地にある高級ホテルグランドハイアットニューヨーク、4人が到着しました。すると現地取材陣のカメラにおどけてみせる余裕ぶり。このホテルが今大会の拠点となる場所。この日、世界中から続々と猛者たちが集まってきました。チェックイン後、すぐに彼らが向かったのはホテルの一室。すると、プロのメイクさんによるメイクアップ。生まれて初めてメイクをしてもらう4人。そしてそう、これから大会用のスチール撮影。さらにインタビュー撮影と続きます。撮影が終わると休む間もなく向かったのはホテル内に選手たちの練習場所が確保されています。この中に賞金3億円を手にする選手がいるわけです。4人も練習に余念がありません。リオで参戦するスカーレット君とベル君も真剣そのもの。今日はどれくらい練習するつもり？3時間しか借りないんで。ああ、そうなんだ。3時間じゃ物足りん。行きます、ね、いつもどれくらいやってんの？多い時は10時間。まだ10代半ばの彼らですが、れっきとしたプロゲーマー。すべてはフォートナイトワールドカップで勝つため。まもなくその挑戦が始まります。7月25日、ホテルから出てきた4人。彼らが向かうところは今からスポーツカフェ行きます。この日はホテル内の練習場所が使用できないため、ニューヨーク市内の e スポーツカフェを借りて練習するそうです。午後6時、練習スタート。左手のキーボードでは移動方向や建築、武器の切り替えなど自分のやりやすいようにボタンを配置。さらに右手のマウスで敵に標準を合わせ武器の発射なども設定。ボタンの配置、マウスの感度などは人それぞれ。常に画面を見ながら両手を動かし攻撃、防御を繰り返しているんです。この日もみっちり3時間練習。リオで出場する本番前夜、スカーレット君とベル君に意気込みを聞いてみました。ガタイがでかかったり、その運動神経に恵まれてなくても、練習したら誰でも強くなれたり、プロになれたりするんで、環境にあんまり左右されなかったりするんで、
やっぱ誰でもチャンスあるんで、やっぱ気になった人とかはやってほしいです。アジアは弱いと思われがちだと思うんですけど、そんな常識を覆すようなプレーをして、そのあっと言わせるんで、楽しみにしておいてください。頑張ります。本番は明日、果たして彼らの運命は。アーサー・アッシュ・スタジアム、そう、全米オープンテニスのセンターコート。昨年大坂なおみ選手がこの場所で優勝したのは記憶に新しいところ。こここそがフォートナイトワールドカップの開催地。フォートナイトジュベレイ。そして本番の火蓋は切って落とされました。ディオはプレイヤーが2人1組、合計100人、50組が参加。どちらか倒れても最後の1人に残ればそのチームの勝ち。合計6回戦行われます。まずは第1回戦、順調に敵を倒していくスカーレット君とベル君。しかし、残り21組のところでベル君が離脱。ここからはスカーレット君一人で戦うことに。ゲーム終盤、どんどん小さくなっていくストームの中にスカーレット君の名前が。この時点で残るはわずか5人。ここで第1回戦終了。日本人ペアの順位はなんと2位。しかし、世界の強豪たちの壁は厚く、ゲームを重ねるごとに順位を下げて第5戦で16位に。そして最後の第6戦が終了。果たして最終の結果は。日本人ペアは20位にランクイン。初の世界大会でその歴史に名を刻み、さらに賞金10万ドル、日本円にして約1000万円を獲得しました。どうだった？悔しかったです。自分的には何点ぐらい？80点ぐらいです。お、点数つけたらどれぐらい？30。次頑張ります。次の世界で。そして翌日開催されたソロの決勝戦では、高村くんが33位、マーフィンくんが91位に。世界の大舞台に立った4人の若き e スポーツプレイヤー。次の大会に向けて彼らの戦いはもう始まっています。